ディミタール・イワイコフはブルガリアの元サッカー選手である。ポジションはゴールキーパー。ブルガリアの首都ソフィアに生まれたイワンコフはレフスキ・ソフィアのユースチームに所属した。そのままトップチームに昇格し275試合に出場。ゴールキーパーながらペナルティキックで25ゴールを記録した。イワンコフはここで3回のリーグ優勝と4回の カップ優勝を経験している。2005年6月、スユペルリグのカイセリスポールに移籍。2008年5月7日、リーグカップを制覇。この試合、彼は8本もの PK をセーブし、自身は2得点という大活躍を見せた。3年間の間でも、リーグ6得点を獲得している。2008年6月9日には、ブルサスポルへの移籍が決定。 2010年には42本目のゴールを決め、ゴールキーパーの通算得点数で、歴代3位になるという偉業を成し遂げた。2011年6月23日、イワンコフは、キプロスファーストディビジョンのアノルトシス・ァマグスタ FC に移籍。同年8月8日、双方の合意の上契約が解除され、彼は引退した。1998年に、ブルガリア発のキャップをつかみ、 その後64試合に出場。ユーロ2004にも招集されるも出場はなかった。ユーロ2004の後、代表において、正ゴールキーパーの地位を獲得。2010年3月3日、ポーランド戦での出場が彼にとってのラストマッチとなった。ありがとうございます。